はい、じゃあ2部に入ります。疫学ですね、248ですね。そしたら、まあ、地産研も最後の項となります上6ですね。はい、今の風シリーズは、1300本以上の動画を YouTube に上げております。どれも力作となっております。また詳細についてはアメブロシーサーブログからお願いします。はい、またチャンネル登録の方もお願いしています。はい、お願いします。第15課、はい、地産研の話をしておりますね。はい、地産研の話も今日が最後の第6項の話ですね。あ、そうですね。冒頭の家事、それから丹念大小、それから工事に入りまして、初録から徐々にお話申し上げまして、はい、今日は上録ですね。最後の項ですね。第6項でございます。名犬数持って死をやり幽谷を制するによろしという意味ですね。うん、持って死をやり軍隊を起こし、はい、幽谷隣の国あるいは自分に反対する国を征伐してよろしい、勇ましい件ですね。ああ、そうですか。はい、割と過激な。まあね、この名犬というのは初六にも名犬ありますよね。あ、まあ、ちっちゃい六人も名犬ありますね。六人、はい、人は名犬数で並ば騎士、六号も名犬ですね。ああ、なるほど。名犬の中身は一緒なんです。名犬というのはつまり犬のとこがうちに満ち満ちて、それは要望官職にも現れる、内外にも名犬が鳴り響く、そういう人柄ですよね。ただ6人は現役バリバリですよね。上六というのは引退した子です、まあ、そうですね。上六というのは、前にもこんな話をしたと思いますけれど、だん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 位が上がっていくわけですよね。はい、そして第6項がこれが現役の最高位、はい、その上は総理大臣とか、はい、将軍とか天皇の地位ですね。で6項というのはこれ引退した方の地位ですね。うん、天皇であれば上天皇、将軍であれば前将軍、総理であれば前総理ですね。つまり上天皇とか前将軍とか前総理というのは引退した方の地位でございますからね、権限とは違うわけですよね。権限というものがだいぶなくなっておりますからね、やろうと思っても多くのはできない。まあ区別はね、6人の名犬は現役の人、上六の名犬は引退したの名犬だということをね、ちょっと区別して取っていただくといいですね。ああ、そうですか。なるほど。では各先生方の学説を紹介していきます。本田渡博士からいきますね。幽谷は私有の領土、上六は近家の極殿による、県家の極点ですね、一番上ですね、はい、県家の極点による、つまり謙遜の極度になるもの、謙遜な人は知られることを好まないが、こうなると謙遜の名が使用になり響く、人々が味方してくれるから軍隊を動かすことも可能である。けれども上六は陰行、体質は柔弱で、しかも明確な地位がない、諸と上は無位である。上は引退した地位でございますから、うん、明確な地位がない。なるほど。自主的な権限が手元から離れている。
だから他国を征伐するほどの力ではない。たかだか自分と領地の反乱を征伐することができる程度である。こういうような解釈をしていらっしゃいます。入国というのはね、他国の領土なのか、はい、他国のものなのか、自分の領地内の一地域なのか、まあ、これについては学説によっていろいろ入国の捉え方が異なりますけれど、本田先生はここでの入国というのはなかなか自分の領地の反乱を征伐することができる程度、自分と領地のことを言ってるんだ、こう言ってますね。うん、で赤塚先生は、鈴木先生のところに行きます。鈴木義次郎かね、上六は院長にして院位により位正しく、位が正しいですね。はいはい、位が正しいです、ね、位正しく、位正しく上下根尖の職により、根というのは従うという件ですね。根、はいはいはい、そうですね。従順です。上六は院中にして院により位正しく、上下根尖と局により、また天下の終わりにいて謙遜至順である、謙遜至極である。つまり謙遜の上に謙遜だ、謙遜至極である。王侯である旧三の心があって、心ない謙遜の徳に感じて、これと志を同じくし、盛んに旧三を推奨する。しかし上六の領主の中には、上六謙遜するの上六謙遜なので偶然として不自由しない者がいる。軍隊を出して自分と領地の不自由しない者を征伐しても、謙遜の徳に少しも害はない。鈴木一郎先生もこの幽谷は自分の領地内の不自由しない者を征伐する、これやってよろしい、こういうこと言ってらっしゃいますね。で赤塚忠先生に行きますね。上六は剣と極みにあり、衆を象徴する今度長である。根というのは一般大衆をシンボル化した剣の名前が根ですね。上六は剣の極みであり、衆を象徴する大衆を象徴する根の長であり、位を得ており、かつ旧三と相求めて剣の道を行うのである。つまり旧三が王侯ですね。旧三が王侯、はいはい。さんと愛求めて剣の道を行うのだ。そこで敵を征伐してもよいという。原文の幽谷を制する、つまり幽谷を制するという意味でございますけど、王室は、王室というのは三国時代の大学者ですね、天才的な学者。王室は一国を優にするだけと開始、朱子は南宋の大学者ですね。朱子は自分の幽谷を制すると返している。幽谷は自分の幽谷とは限らない。幽は地方の町村であり、国は国域、大都市であって、事情によってどれを制してもよいのである。上六は検体陰人を叶えてやむを得ず軍隊を動かすのである。さてその場合の幽谷というのは、赤塚先生は自分の領地内を幽谷と返してもいいし、事情によっては外国を幽谷と返してもいい、おっしゃってますね。どちらでもいいと。では高
原信二博士のところに行きます。16は陰柱巨極、陰柱で巨極ですね、一番上です。陰柱巨極、結徳をもってなることは六人と同じながら、各局の、つまり家の一番上ですね、各局の高い位置におるために、その志を十分に遂げ得られない。だから、たとえ軍隊を動かすにしても、せいぜい自分の領地、優待での生活ぐらいにとどめるのがよろしい。ああ、そうですか。先生は、他国というのことは想定されておりませんね。うん、では、今井ザブル博士のところに行きます。上六は、本順の極、剣の終わりであり、剣と極まることである。しかも、なお、剣の志を得ず、明剣するものである。そこで軍隊を起こすに至るが、私有の反乱を収める程度であるがよろしい。私有というのは、まあ、自分たちの領土内の一地方という意味ですね。まあ、赤塚先生だけですよ。幽国というのは、他国を含めても考えてよろしい。他国を幽国として捉えてもよろしい。自分の領地内の 一部地方を幽国と捉えてもよろしい。こうおっしゃってますのは、赤塚先生だけ。赤塚先生方は、うん、まあ、基本的に幽国は、自分のですね。自分の領地内の一地方を言うと、こうおっしゃってますね。つまり、引退した地位ですからね、上六は。ね、現役の六人の名犬の時と違って、力がありませんからね、はい、うん。他国を制するような、そんな権限はない。まあ、そうしたがって、せいぜい自分のうちのちょっとした反乱を収める程度に、軍を使ってもよろしいと、こうおっしゃってるわけですね。なるほどね。では一応ですね、工場全部終わりました。では休憩いたします。はい、ありがとうございます。